今日は神戸の餃子大学に来ました。私の友人 Y 氏が教えてくれた餃子屋さん2軒教えてもらったんですけど、そのうちの1軒目を今から行こうかと思います。あれ？これか。これで。これみたいです。餃子の注文は1人から2人、2人前以上。これです。餃子大学。サリー。はーい。行きますか。行きましょう。ババン、これですな。これですわ。もうお客さんにんにく醤油使ってくれるとこう循環。うん、はい。くっそ。丸ごとにんにく。結果専用に一人2枚ずつね。美味しいは美味しいんやけど、息めっちゃ臭いからね今。めっちゃニンニクやし。感想、どっちがあったタイプでした？まあどっちも美味しいよ、そりゃ。餃子大学の方がちょっとカリッと焼いてた、ほんまに焼き餃子っていう感じ。氷炭の方がちょっともちっとしてたな、皮が。工場で作ってるとか言うてはったもんな。どっちもまあ美味しい餃子。
ここか。ただのお茶やと思うことなかれ、匂いすごいから、下におるだけで匂いすごいから上がってくる。香りがすごいね。